さあ今日はですね幽霊の声が入ってると噂されている心霊 CD5 曲をピックアップしていこうと思いますで、えー、著作権の関係上曲を流すことは不可能ですただインターネットサーフィングをすることによってそれらの曲っていうのは聞くことができますなのでそちらで聞いてみてくださいっていうことででなんで今日こういうことをやるかっていうと最近俺が USO ジャパンにハマってるっていうそういうところがあります完全にそれです なんか、心霊 CD を聴くっていうコーナーがあるんで、で、それに完全に乗っかっていく状態です。じゃあ、早速聞いていきましょう。あで、ちなみにちょっと5曲発表する前に、俺自身が初めて体験した心霊 CD 話をするとですね、あの、デジモンのオープニングテーマで、バタフライという曲が結構有名なんですけれども、その曲のサビの最後かな急になんか男の人の声が聞こえるんですよ。なんか、プレーみたいな感じの。なんだこれ気持ち悪あるってね。そういう風に思ったんですけれども、え年、ー、を取った今ですね、改めてもう一回聞いてみると、 あの全然幽霊の声じゃねえっていう。そういう体の演出された声であるっていうことがもう簡単にわかるんですね。だからあの、言ってしまえばもう先にこういうこと言うのもなんですけれども、今から検証とかって言うんですけれども。大概、あんまり音楽聴かない人音楽に疎い人が、あの、ミュージシャンのなんか演出を幽霊っていう風に勘違いしてしまいがちっていう。心霊 CD あるあるって大体そういう感じなんですけれども、 ま、今からね、紹介する曲はですね、どうなるかはわかりません。じゃ、まずは1曲目発表していきます。えーとですね、ザ・ブームで空立ちの道。これはですね、おそらく心霊 CD の中でも、もうクラシック中のクラシック。超有名ですね。で、ちなみに USO Japan の方でもピックアップされてました。なのでですね、もう一回聞いてみようっていう風に、俺改めてさっき聞いたんですよ。聞いたんです。空立ちの道をあの、フルコーラス全部聞きました。そしたらですね、思ったことはですね、 この曲を心霊 CD って言うには、あまりにも悪意のある <laughs>、切り抜き方をしているなと、USO Japan。お前や、お前らやったなと、そういう風に思いましたね。確かに、サビのとこだけ聞くと、急になんか、熱いよ暑熱いよっていう声が聞こえてくるんですよ。宮沢さんの、あの、ボーカルの後ろで鳴ってるんですよ、そういう声が。で、うわー、怖えーみたいな。 感じだったんですけれども、スタジオでは。ただですね、これ前編聞けば、あの、わかることなんですけれども、あの、普通にコーラスっていう。普通にこう普通にコーラスでした。で、しかも、熱いよって全然聞こえないんですよ。びっくりした。もう、本当にびっくりした。あの、ラセーラーって言ってるんですね。多分。で、しかも、聞けば聞くほど思うんですけれども、非常に、まあ、仮にこの、この声が幽霊だとしても、 音楽的な入り方をしてるんですよしっかり裏の白を取って、熱いよ、熱いよって言ってるんですよ。なんだっけな、なんか、空たちの道、なんとかの道、寝たらダメよと、はい、熱いよ、熱いよ、よー、みたいな感じなんですよ <laughs>。すげえリズム感ある幽霊だなっていう風に思っちゃったんですねで。でこれはですね、あの、しかも熱いよって、まあ、さっきも言ったんですけど、ラッセーラーなんですよ。ラッセーラー ラッセーラーっってるんで、これはですね、愕然としました。さっき聞いて本当に愕然としました。全然心霊 CD ちゃうやないかっていう風に。はい、ということでじゃあもう続けていきます。2曲目。え、チャゲアスカで迷宮のレプリカントっていう曲なんですけれども、これはですね、この情報を知った時に俺はもうびっくりしました。寒気がしました。っていうのもですね、あの、まず、 本当の歌詞ですね。チャゲアスの本の歌詞はですね、僕が死んだら、もしも死んだらっていう、そういう歌詞なんですね。そしたらその歌詞に合わせるように幽霊の声がなんとですね、死ね。もしもじゃなくて死ね。っていう風に入ってるんですよ。これ見た時に俺びっくりしました。だって幽霊側がチャゲアスに死刑宣告してるわけですから、お前ら死ねって今すぐ言って。これは怖っ,って思ったんですね。で、これも聞けたんで、聞いてみたんですよ。 そしたらですね、ま、幽霊っていうか、あの、まず死ねとか、もしもじゃなくて死ねとか言ってないんですよ。これね、なんて言うんだろう。臨床してるんですよ。アスカが僕が死んだら、もしも死んだらっていう風に歌ったら、それに合わせて、裏で僕が、僕が死んだらとか、あともしも、もしも死んだらみたいこう嘆くように言ってるんですよ。で、 まあ、間違いなく、チャゲアスカですから、二人組ですから、まあ、幽霊の声っていうよりかは、推定される上での可能性の高さで言うと、まあ、チャゲなんだろうなっていう。アスカの歌に合わせて、チャゲが裏で臨床してるんだなっていう。まあ、仮に、チャゲが幽霊説あるけどね。チャゲ幽霊説は、今俺も否定,否定できないところあるんですけれども、 これを幽霊って言ってしまうのは、俺、チャゲアースファンとしてどうなんだろうっていうね。お <laughs> そらく、メイキューのレプリカントっていう曲を聴く人って多分チャゲアースファンなんですよ。一般のファンはこんな曲知らないから、俺も知らなかったし。だチャゲアースファンがチャゲを幽霊っていう風に決めつけるのは、ちょっとこれ良くない、ちょっと流れだな、風潮だなっていう風に思ってるんで、ちょっとここはね、言っておきたい。これ多分幽霊ではないと。幽霊の声ではありません。さあ、続いて3曲目。えっ、ー、と、ゴーイング・ステディーバージョンのベイビー・ベイビーです。 あの、俺ね、銀南ボーイズ版のは聞いたことあったんだけど、初めてだね。ついさっき聞きました。Going セディ版のベイビ Baby Baby。で、1分50秒あたりのサビの終わり際かななんか男性の低い声が入ってるっていう情報が入ったんで、それを聞きました。で、確かに聞いてみた結果、不自然な音は入ってます。ただですね、まあ、その曲のその変な声入ってる前後を、 聞くにおそらくまあ、ギターの音か。もしくはなんかそのギターの音が羽打って羽打ってしまっているっていう。そういう状態なのかなって思いますね。っていうのもですね。その変な音が入る前にギターが明らかにす。なんか急にええでうん。うんみたいな感じの <laughs>。そういう風になってるんですよ。だからこれまあ、単純なミスっていう感じですかね。あのミスったらじゃあ取り直すだろう。この野郎みたいな。 ファッキンジャップぐらいわかるよ、バカ野郎みたいな感じのリテイクっていうところがあると思うんですそういう説が流れると思うんですけれども。でも、俺の予想としては、まあ当時、ゴイングステディ、インディーズバンド、まあ録音環境もともとあんまり良くないと思うし、整ってないと思うし、で、あとパンク、何よりパンクだし、で、あと何よりあのミネタっていうあの存在ね、あの彼の存在を総合するに、そのミスっても、それも全て音楽っしょ、みたいな。パンクっしょ、みたいな。 一発撮りの精神みたいなそういうのってあったんじゃないのかなって思うんですよねなんかライブ感生まれる音源みたいなそういうのも重視してたのかなということを考えるとミスってもそれをそのまま音源としてリリースしても別に変なことではない不自然なことではないのかなとそういうふうに思いましたねで俺が思うにこれもまた幽霊の声ではないのかなと違うなと思ってしまいましたね では続いて4曲目はですね、えー、とボアの B サイド U 僕を呼ぶ声っていう曲なんですけれども、これはですね、2番の始まりのところかな。なんとですね、ボアーっていう声が入ってるんです。ボアーの曲にボアーって言っているって幽霊が、まさに僕を呼ぶ声っていう感じなんですけれども、これ一説というか、まあ、都市伝説として語り継がれてるのがですね、えー、ボアーのファンの幽霊なんじゃないかと。 ライブに行く途中でなんか事故になって死んだみたいな、なんかそういう噂があるらしいです。で、実際聞いてみたんですね。で、聞いてみた結果、まあ、いろいろこれに関してはちょっと言いたいことがあるっていう感じなんですけれども、まずですね、ボアとは聞こえないっていう部分。そしてですね、どう聞いても人間の声にはもう絶対に聞こえない音なんですよ。 ななんんかねプーンっていう音なんですよねでこれを頑張って汲み取れば「ボワー」って言ってるかもしれないんだけどこの切り取り方は非常に悪意があってその「プーン」の後にスクラッチが入るんですよだから何て言うの「プーン」14っていうこれが一つの音なんですよだから最後のスクラッチ音だけ消してで「プーン」のところだけで「ボワー」って言ってるんだっていうのはあのむちゃくちゃっていうかね なんだどういう音楽の聴き方してるんだっていうかね。どういう耳してるんだお前っていう感じなんですね。今からカンコピします。てててててん。強くないってもがまもぽーん。ジブジ <laughs> っていう。ていう感じです。で、ちなみになんだけど、あの、ライブバージョンの方の B サイド U も聞いてみたんだけど、しっかり、もうしっかりプーンっていう音が入っちゃってるんで、もうそういう曲なんです。 そういう音の入った曲なんですっていうことなんですね。で、これ俺は面白いなぁと思ったのが、その岩崎宏美の万華鏡、あの有名なね、心霊 CD。あれの時か、あれ多分昭和だと思うんだけど、で、このボアの楽曲は平成だと思うんですね。昭和、平成と時代が流れていって、それでも人間っていうのは変わらないんだなと。<laughs> そのコーラスの人を幽霊って言って、次は平成に入ったら打ち込みの音を幽霊って言う。で令和に入ったら次どうなっていくんだろうって、何をもって幽霊っていう風に、令和を人間たちは、何て言うんだろう、疑っていくんだろうっていう風に思いますね。これ結構楽しみなところですね。はい、ということで、今回、うよ曲折ありましたけれども、最後の楽曲です。5曲目。森高千里ちゃんのロックアラームクロックっていう曲なんですけれども、 これはですね、曲の終わり際にですね、なんと、死ねっていう声が入ってるっていうことで、聞いてみたんですね。その、まず曲の終わり際どういう感じかっていうと、目覚まし時計がもううるさくなってるんですよ。ジリ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 ,ジリって。で、それでギターの音がその、じゃーんってなってて、でその、じゃーンの鳴りやむちょうどあたりから3分55秒ぐらいかな。その瞬間ですね、なんか、シュッてっていう声が入って、 ってるんですよでこれを、まあ、頑張ってくり組みとめる取れば死ねと言ってる風に聞こえなくもないんですけれども俺はちょっと死ねとは聞こえなかったところが何なのかは分からないこれが一体何なんだろうその楽器の音ではないんですよ間違いなくで人の声に聞こえなくもないっていうあの一説ではあのよいしょっとっていう風にねよいしょっとっていう感じに聞こえなくもないだからそういう演出なのかなっていうね いやでもそういう風に、だから俺も分からないです、今回に関しては。お手上げです。これは何なんだろうかっていう。で、これはで、この楽曲に関してはですね、森高千里ちゃんの公式チャンネルがですね、楽曲をもう全部 YouTube の方に配信してくれてるんですね。だから公式,公式がもう聴けるようにしてくれてるんで、このロックアラームクロック、YouTube で検索すればもう聴けます。 なのでぜひですね、まあ、どういう感じに聞こえたかっていうのはですね、もうご自身の耳でご確認ください。そしてですね、あの、森高千里ちゃんの可愛い,い歌い、歌声とかね、そういうのも聞きつつ、ちょっと楽しんでもらえたらなと思います。今回これに関してはちょっとわからなかったです。5曲中4曲は、まあ、幽霊の声は入ってなかった。と俺は認識しました。最後の1曲はちょっとわからなかったですね。はい。っていう感じになっています。まあ、結論としてはやっぱりあの、 あやっぱり森高千里,里ちゃん、うん、可愛いいなっていうのが、やっぱり分かりました。今回確認できましたね。はい